どうも、コーズです。今回ですけども、長倉選手獲得に関しての皆さんの反応というか、動画に寄せられるコメントをちょっと紹介していきたいなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まあでも長倉選手の獲得は本当にいい補強だよねということで、これで補強終わってほしくないということなんですが、この後にね、寺川さんがもうとりあえずアクシデントない限り、イレギュラーなことがない限りはもうないですみたいな。だから怪我人とか、引き抜きとかがなかったらないみたいな。ねえ。引き抜きでも、あるんかな。でも、新潟狙われそうだけどね。どうなんでしょうね。でもまあ、さすがにないか。わかんない。確かに引き抜かれたら取んなきゃいけないからな。ウィンドウはね、空いてるから。若くて有望な選手を取れたことは大きい。第2弾、第3弾あれば小出しに出してくださいね。そう。まあ、長倉選手本当にいい選手取ったなと思いますし、なんならワンチャン鈴木よりいいかもしんない。鈴木の後釜みたいに言っちゃったけど、なんか自分で持ち運んでもいけるし、まあ、視野も広いですよね。自分がしてないから、その一番いい位置にいる選手、一番その得点の可能性が高い選手を、見つけてちゃんと正確にパス出せるっていう技術もあるから、技術と判断力があるから、いや、それってさ、優秀だよね。と思う。実績からしてシュートセンスを十分、備えたストライカー、シーズン途中移籍でリーグ昇格を狙うザスパス、草津群馬にとってダメージは少なくなさそうな感じ。いよいよチーム内で攻撃選手陣のポジション争いで来シーズンめげたサバイバル始まります。確かにそうなんだよね。まあ、群馬はね、痛いでしょうね。長倉選手抜けたのはね。まあでも多分いくらか新潟は絶対に移籍金払ってるから。でもまあ新潟が取れるってことは多分そんな高く払ってないでしょ、移籍金。なんて思うわ。1000万とかじゃないの。平畑さんも絶賛していたうちの一人。へえ、あ、そうなんだ。さすが J2 ウォッチャー。平畑さん。だ俺もやっぱ J2 見なきゃダメだ。こういう J2 のさ、逸材的な選手が来た時にさ、なんかちゃんと話せないとダメだな。もう後追いでプレイ動画めっちゃ見ちゃったからさ。でも5試合分、5、6試合分ハイライト全部見ましたけど、直近の群馬の試合。うまいわ、長倉選手は。楽しみ。新潟には絶対フィットすると思う。楽しみな補強です。デビューはいつになるかわからないけど、群馬の過去動画を見ながら期待を膨らませて待ちます。そうですね。楽しみですね。石郷土ひとまずほっとしました。長倉選手ゴール前で落ち着いてますね。そうなのよ。視野も広そう。そうなのよ。新潟で大化けしてほしいです。可能性は高いです。乾選手、権田選手の動画で J1 に言われるよねって言われてました。はい。あ、そうそう、そうらしいですよ。それも大絶賛だったらベルディの新井選手。俺見たの町田対東京ベルディのさ、国立決戦で見てさ、あんないい選手いるんだと思った。この選手は新潟絶対取った方がいいですね。小見選手は左サイドのポジション奪われるかもしれません。強化指定でいろいろ大変だと思いますが。で、強化指定はなんか入団しないと取れないんだよね。だから、まだまだ取れないっていう、ところなんですよね。でも、注目選手ですね。ベルディの新井選手。ベルディは新井選手がいい選手になること多いですね。新井瑞希選手もうまいし。東京、群馬、新潟、上越新幹線のような遺跡ですね。確かに上手、お上手ですね。上毛高原とかね、高崎とか、から来ましたみたいな。とにかく選手層が薄いので補強はこれで終わりにしないでほしいですね。大気の怪我のコンビは総力戦でもいいのですが、まだまだ補強してくださいね。僕もそう思うんですよ。補強してほしいけど、ね、お財布握ってる方が許さないんでしょうかね。どうなんでしょうね。アルビレックス新潟のその内部資金事情までは僕は知らないから分かんないけど。でも、まあ、取るか取らないかっていうのはお金が動く話だからさ、決裁権者が誰なのかということですよ。まあ、中野さん雇われだからさ、中野さんじゃないんじゃないかなと思いますけど、僕は金がに言ってますけどね。まず、補強してくれたことにちょっとあんの、フィットしてくれる。まあ、そうですね。さすがに補強ないと。だから、強化分は割り当てられた予算の中でよく頑張ったっていう話なのかもしれないよね。
わかんない。内部事情が分かればもっと面白い話ができるかもしれないけど。技術は申し分ないですが、地域リーグから約1年で J1 にステップアップして強度に体がついてこれるかとても心配です。いや、めちゃめちゃシンデレラストーリーだよね。シンデレラじゃないけど。すごい飛び級ですよね。ステルスで俺たちを喜ばしてくれるね。だと思ってたけど、もうないって言っちゃったからね。もうよっぽどのことないとないっす、みたいな。移籍金そんなに渡してくれたんですね。とにかく強化部は慎重に使ってほしい。あの本間慎吾選手移籍金は1億超えて、報道では1億6500万って言われてますけど、多分本当はそんなにもらってないみたいな話もあるから、1億2000万とかなんじゃないかな。どうなんだろうね。で、伊藤亮太郎選手は2、3000万っていう、だからその慎吾君の移籍金に比べたらめっちゃ安売りしてるから、別にあの新トトロイデンさんは全然優しくなかったっすね。ね、まあ、なんかベルギーの現地報道だと2、3000万みたいな報道があるらしいので、シントトルデーの伊藤亮太郎の移籍金は、まあ、残してくれただけまだいいですけどね。でも、まあ、東口とかキム・ジンスとか酒井光徳が1億円残したことを考えるとさ、ちょっとね足んないかなっていう気がしますけど、だからそれで取れる額の選手の中ではかなりいい選手を取ったのではないでしょうか。いや、寺川強化部長やってくれましたね。どの子のポジションで使うのか楽しみ。まだ補強足りないですので、やっぱり皆さん思うよね。これで終わりにすんなよっていうふうには思いますけどね。まだまだ補強するべきでしょとは思うけど、だってよそのクラブだって補強してんだからさ。正式発表来ましたね、ということで。そう。正式完全移籍。最高なステルス補強。長倉選手ありがとう。ザスパックス群馬さんありがとう。一週間ぐらい悩んだそうですね、長倉選手もね。鈴木の後釜としても育ててしまうと、ポジション争いも面白そう。確実にフィットする。まあ、確実にフィットすると思いますね。鈴木からスタメンは、ワンチャンありますし、全然あり得るんだよね。鈴木よりいいかもしれない。どちらかというと長倉ポジションの鈴木なんでしょうが、竹谷されから大谷。まあ確かに。だから、ドリブルもできるし、持ち運べるし、その視野も広いからパス出せるし、自分でゴール前に顔出せるし、だから。まあ、ね、ほんと万能型だと思いますよ。谷口選手は鈴木選手が仮求められて良さが出なかったので、長倉選手獲得で谷口選手のらしが出るようになればいいんだと。ネス買うわ、まあそうだね。谷口選手は、やっぱワイドのサイドのポジションの方がいいのかもしんないな。どうなんだろうな。攻撃陣のスタメン争い楽しみ。長倉選手は正式に来ましたね。まずはよかった。補強がなければ必要するも何もないのが、そうだね。サイドバックからするとミッドフィールダーね。コンバード、もう本当に松橋力蔵監督にどんだけ魔改造させんのって感じだよね。町田戦からとありますが、天皇杯途中加入選手は出れない。ああ、そうなんだ。じゃあ、あれだね。名古屋戦からベンチ入り可能なのかな。ご自身の目で確かめて、で、これ、こういう風に指摘されたんで、一応ハイライトは全部見て、で、この方曰く直近の2試合はフルで見てみてくださいみたいな感じだったんで、ちょっと時間見つけてみようかなと思ってます。で、それ見終わったらまた動画出そうかななんて思ってますね。カインズからコメリーの禁断の遺跡、確かに。誰かから。まあ、ぜひ動画見てください。頼むから高澤みたいにはならないけど、それは確かにそう。でもなんないと思う。長倉選手はフィットしそうな感じがビンビンするから、大丈夫だと思いますよ。そんな感じですね。いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。